ようこそ2012ルネサンスへ。皆さん、今回のルネサンスの特集リポートは、実は来たる10月日本で開催される一つのテーマである2012シリウスのコンタクトに関連性のある情報ですので、どうかこれから、30分間お付き合いをしていただきたいと思います。流れ的なことを言いますと、1992年、当時クレイグ・ジョンとして不思議な発光物体に遭遇しました。これはいわゆる地球外生命体とのコンタクトではないかと思って、さまざまな分野におけるリサーチをやり始めました。そこで、当時私はこれは絶対的に地球外生命体の乗り物ではないかと思って、当然、私は当時カナダで生活しておりましたので、北アメリカでの UFO の、研究世界に没頭しました。その時にちょうど、ゼカリア・シチン、残念ながら最近亡くなりましたけれども、ゼカリア・シチンの素晴らしい研究に出会いました。私はその時から実際にシチンの研究を勉強するだけではなく、彼の講演にも参加させていただいたこともあります。その時からも、もう一人のちょっと違った観点から見ている人物の研究に、私は興味を示しました。その人物はリチャード・ホーグランドですね。リチャード・ホーグランドの、中心テーマは地球外に、特に月に、または火星に人工的に作られた構造物が確実的に存在していることだという、研究は今となって世界的にインターネットのおかげさまで注目されるようになっています。不思議な月、イアペトゥス。この話はもし日本のテレビ局は本当に見ている皆さん方のために情報提供をしようと思うのであれば、もうすでに、かなりの日本人はイアペトゥスの謎についてもう分かるでしょうと思いますね。どういうことかと言いますと、あるテレビ番組にて、5、6年前のことなんですが、僕はその時にイアペトゥス情報を、これはどこの UFO 会議の情報よりも、確実的に注目すべき情報だと思って、ちゃんとしたこのぐらいのものを準備して、写真5、6枚あって準備して説明をしながら、そのテレビスタジオで録画されたわけですけれども、残念ながら、わけのわからない空飛ぶ発光体の方が面白いと思われカットされました。まあそれはいいとして、その時から私は私たちの太陽系内に、人工物、巨大な人工物があるということが分かったのはホーグランド博士のおかげさまですね。でここで一つの大事な話がありますね。ホーグランドいわく、
彼の親友であるアーサー・ C ・クラーク、有名な SF ライターでものすごい進化したサイエンティストだった。このアーサー・ C ・クラークは友人で、ホーブランド曰くアーサー・ C ・クラークは諸説を通して本当にインサイダーとして、つまり本当のインサイドインフォメーション、それこそ NASA のレベルでのインサイダーとして、いろんな情報を SF 小説で、まあ、ばらしたということで、彼の名作はなんとこの映画2001年宇宙の旅、今度は土星の衛星イアペトスに行ったという話なんですね。もう40年も以上、50年ぐらい前の話なんですよ。アーサー・ C ・クラークはなぜそういうことを想像するか。そして2004年になるとカシーニという、NASA の打ち上げた、人工、まあ、衛星機プローブですね、探査機ですね、その探査機で、見事にイアペトスという、月の映像を撮るようになりました。これは、完璧に人工構造物であり、じゃあ問題は誰によって作られたのか、なぜ作られたのか、ここで、ホーグランドは断言しますね。フォボス、ディモス、この2つの不思議なジャガイモというのか、サツマイモというのか、全然丸くない。特にこのフォボスという火星の衛星をご覧ください。不思議と思いませんか？不思議と思うのは皆さん方だけではありません。昔からなぜこのちっぽけな、それこそ、隕石の大きさ、アステロイドの大きさぐらいのものを、なぜこの火星という星の周りに回転してるのか、そして回転するスピードは非常に速いということですね。イアペトスの説明でご理解をしていただきましたでしょうか。ほぼ間違いないこと、あのものは私たち現代の地球人が国際スペースステーション、これですね、このぐらいのことを私たちが作れるようになりましたけれども、まあ私たち自体問題がなければあと50年いや100年なら間違いない、ものすごい進化したテクノロジーを使えばもう一つの人工ワールド、ムーン、巨大な母船を作ることは全然問題ない。宇宙で作るんですよ、地球上で作るんじゃないですよ。そこに物を運んでいくわけなんですね。実はイアペトスにとても近い発想を持っていたのはこの天才的な発明家ですね。そして今度はホーグランドの話ですが、なんとこのフォボスというムーンと思われるものは実は空洞であり、そしてその中に間違いなく住民がいるということですね。まあおとぎ話じゃないのかなとか、 JC ガブリエルよ、おとぎ話だよねとか、そうかもしれないんですが、なんと2012年にロシアの
スペースプログラムの一つの新しい目的は、人工衛星機をフォボスに送り出しますと。ピンポン。